国内男子、全英への道井水のオープン最終日、26日、JFE 瀬戸内海ゴルフクラブ、岡山、7461よ、パー72、晴れ、監修2246人。首位から出た木下良介が3バーディ、2ボギーの、71、で回り、通算12アンダーで今季初優勝を飾った。 2021年、ダンロップスリクソン福島オープン。以来3年ぶりの3勝目に、勝てないんじゃないかという不安があったと安堵の声を漏らした。優勝がなかった3年間は、若手とのパワーの差を痛感した。2、3年前には感じなかったけど、今は真ん中より全然した、という飛距離。 今季からクラブ契約がフリーになり、飛距離や精度を求めて選んだドライバーが最新ではない、2022年モデルのキャロウェイローグ、ローグ、STMAXLS、9度。新しいモデルももちろん良いけど、シンプルに一番良い,いものがこれだったとデータを元に選んだ一本だ。以前のものよりも、打ち出し角が高くなり、楽に高さとキャリーが出しやすくなったという。 スピンも2500回転くらいの低スピン。数字を見て一番良いと思いましたと語る。飛距離アップのトレーニングももちろん行う一方で、重点を置いたのがショートゲーム。グリーンを外した時にしっかりパーを得ることと意識してパーキープ率が大きく改善。昨シーズンの84.985%、32位だったが、 今週は94.445%で大会1位。今季ツアーのスタッツでも91.049%でトップに立っている。今回の優勝で7月18日開幕のメジャー、全英オープン、スコットランドロイヤルトゥルーンの出場も決まった。2021年以来2度目の大舞台に向けても安定したプレーが大きな武器になりそうだ。